突っ込んできたが4位。日本の木村メダルはなりませんでした。期待されたメダルを逃した木村公信はそれでも幸せでした。選手として死の宣告を受けた闘病生活からの復活、そこには一人の女性の根気強い励ましがあったのです。 DD ビッグホーンタのエース木村公信さん、彼はこのオリンピックでとにかく楽しみたいと言っていました。選手が競技を楽しむ、僕にとってはやはり95年ウィンブルトンでベスト8をかけた戦いでした。その前の日には緊張そして不安で全く一睡もできず、試合に入った時にはその時その時を集中し、本当に無我の境地、何も考えない松岡、本来の松岡修造に出会えたことでした。木村さんもレース前の朝食でパンにバターを塗れないほど緊張していたと言っていました。そして何よりも木村さんは今まで怪我そして病気を苦しい試練を乗り越えてきたからこそこの長野オリンピックで楽しく滑れたんだと思います。2月21日志賀高原、日本アルペン界42年ぶりのメダルの期待を一身に背負う一人の男がいました。これが3度目のオリンピックとなる木村公信。27歳になりました木村、この日のためにトレーニングを続けてきたその木村の1回目。さあなんといってもですね、前半部分リズム少し外足がまっすぐいってますね。いやなかなかこの急斜面よく正確にですね外足スキーに乗ってますよ。あ、いいターンできています。しかし後半木村は本来のスピードに乗り切れず攻めあぐねます。全てを知り尽くしたはずだった滋賀のコース、そこで開いたトップとの差は1秒、1本目を終えて10位と早くもメダルが遠のく。2万人の声援が窮地に立たされた木村をさらに追い詰めます。ところが緊張の2本目直前、木村は一瞬笑顔を見せたのです。その時の思いはこれまで体験したオリンピックとは全く別次元の感覚だったといいます。スタート台に上がった時、ここにいられることが本当幸せなんだな、これは自分の人生の中で多分今後ずっと持ち続けるものだと思います。3年前競技者木村公信の人生に突然悪夢が襲いかかります。それは病。診断結果は慢性肝炎、医師は非常にも選手生命の終わりを宣告。スキーと過ごしてきた人生が病気と戦う人生に書き換えられてしまったのです。そうやって言われた時にはもう、ほとんど真っ白な状態ですよね。何も考えられないような真っ白になった後、すごいこういろんなことが入るんですよ。これからどうやって生きていけばいいの、これから何を目標にすればいいのか、まあそういうものがずっと頭の中にあって、青森県弘前市、木村はこの雪国で生まれ育ちました。幼い頃は喘息を患う体の弱い子供、息子の健康を願う両親は3歳にして木村にスキーを与えました。体を鍛えるために始めたスキーはすぐさま木村を虜にしました。風を切って山を滑り降りる快感は純粋な喜びとして少年の心に刻み込まれたといいます。小学校に上がると新たな喜び、勝つことに出会います。4年生の時、
初めて地元の大会で優勝。以来木村のスキーは誰よりも速いタイムを出すことが目的になっていきます。才能が開花した少年を新たに虜にしたのは1という数字でした。走るのも速かった小学校時代、表彰台の真ん中は木村の指定席。その手にはいつも優勝カップが握られていました。その栄光を支えたのが勝つことにこだわる強い意志。執念ともいえるその思いを木村は当時の文集に書き残しています。それは陸上部のライバルとのエピソードでした。ある時工藤君から毎日ニンニクを食べていると聞き、僕も毎日ニンニク料理を食べて頑張った。でも工藤君に負けた。僕は悔しかった。中学3年生で全国制覇。大きな勲章を手に進んだ高校ではインターハイ、国体など主要大会を総なめ、もはや日本には木村の敵はいませんでした。国内で勝っても笑顔さえ見せない木村。世界を相手に戦い始めた大学時代、ユニバーシアードアルペン日本人初の金メダルを獲得。この時ようやく笑顔を見せたのです。そして全日本代表入り。徹底した管理下に置かれた競技者木村の生活は全て勝つことのために回り始めたのです。同時に初めてスキーを履いた時の初々しい喜びはどこかへ消え失せていました。練習して結果を出さなくちゃいけない、まあやっぱり結果が成績が命ですから、確かにずっとそうやって思ってきてやらされてるような状態だったと思いますよね。数十年に一人と言われた逸材、そんな彼の絶頂期に突如悪夢が襲いかかりました。全日本チームの担当ドクターは木村の診療データに驚きました。その症状は肝炎そのもの。疑う余地はありませんでした。これ以上スキーを続けると最悪の場合死に至る可能性があります。残念ですがスキーは諦めてください。はじめまして、小梅サワーと赤ぶどう酒サワー、どちらも居酒屋仕立て。ふと気づくと夜が明けていた。それはローソンであの不思議な箱に出会ったからだ。ゲーム書き換え、その箱はロッピー。パネルを操作するだけで欲しいものが手に入る。ローソンだけの新システム、いよいよ始まりました。あんなにガソリンいるのかな。シリカを独自に配合した MXE グリーンなら燃費を節約、環境にも優しいんだよ。MXE グリーン、ミシュランから。社員なんだ。よろしくお願いします。外人になったらインフォネクスト、これインターネットメールも受信できるから。俺の受け売り抜きせし、インターネット経由でメールが届く。ドコモのインフォネクスト、我慢できん。便利な情報サービスもあるぞ。あれ、はい、そうですか。はいよ。いいな。はい、もう一丁。私も行きたいな。こんにちは、できてます。恵比寿、ちょっと贅沢なビールです。いってらっしゃい。お客さん、恵比寿。あ君が好きという旅をしている。恋する足元、マドラスモデロ。おしゃれ関係ゲストは柴田理恵さん。あの、君たちに抱きつかれて父を揉まれたってこともあるんですか。ありますよ。そんな嬉しそう。詳しくは今晩10時。インテル営業中。小学生も営業中。スーパーオックス野球マグラフィー。ゲット。
帰るよ。これ以上スキーを続けると最悪の場合死に至る可能性があります。残念ですがスキーは諦めてください。血液中のウイルスによって引き起こされるこの病気に激しいスポーツは大敵。死と隣り合わせの恐ろしい病。木村は真っ暗な谷底へ突き落とされました。スキーは諦めてください。笑顔と言葉を失った木村、凍りついたその心を癒すことは誰にもできませんでした。共に歩む約束を交わしたばかりの婚約者でさえも、どういう病気かっていうのも自分でも知りませんでしたし、自分がこれからどうなるかっていうのも全然わからない状態じゃないですか。だからもう先が一歩も見えないような、今まではずっと、まあ変な話、線路を引かれてますから、ここを乗って行きなさいって言われてますよね。それがもう全部切られちゃって、でどうしちゃっていいのかわからないような状態でしたから、まあ何をしていいのか。果ての見えない闘病生活が始まったのです。ベッドに縛り付けられたまま、時間だけがゆっくりと流れていく。たった一人で過ごす出口の見えない迷路。木村の頭の中には様々な思いが駆け巡ったといいます。しかしどんな未来を想像しようと、この時の木村には最悪の結末を思い描くことしかできなかったのです。誰かの思惑で自分はこの中に閉じ込められてんじゃねえかっていう感覚ですよね。いつになったら向こうの世界に行けるんだろう、もうこの部屋しか出れない、あもう住めないじゃないのかなとか。堂々巡りを繰り返す木村の不安に一つの答えを与えてくれたのが、毎日のように病室を訪れていた翻訳者美和子さんでした。これは神様が与えてくれたお休みです。だからゆっくり休んでください。なんで休まなくちゃいけないんだみたいな会話になったんですよ。でその時に、いや神様が休めって言ってんじゃない、大きく休養を取りなさい、今まで頑張ったんだから神様が休めって言ってんじゃないって言われた言葉に対して、そうだなっていうふうに思いましたけど、まあ神様が言ってんだからまあ本当だろうなっていう。美和子さんのこの一言で心の霧が晴れた木村、その目はかつての光を取り戻していました。死んでもいいからスキーがしたい。その思いの源は世界を相手に戦う競技者の執念ではなく、幼い頃に育んだスキーへの愛着でした。夢を信じることに純粋だった少年時代の気持ちに戻っていたのです。そして寄せ書きに記した自分の言葉を思い出していました。一歩一歩希望を持って確実に歩もう。希望は現実のものとなりました。病気が完治したわけではありません。しかし病気と戦いながらスキーをしよう、神様が与えてくれた休息が木村に強い意志をもたらしたのです。やっぱりスポーツできることの幸せをもっともっと自分で感じなくちゃいけない。やっぱり走れるっていうことは幸せなんだ、でスキーをできるっていうことはもっともっと幸せであって、でその時初めて、スキーをしてよかったと思いましたし、初めて多分
周りの景色を見たんじゃないかなと思いますよね。だから今まではスキー場に行っても見渡さないわけじゃないですか。一番頂上に行ってもコースしか見ないんですよ。じゃなくて一番上に上がって一番最初にやることっていうのは一回360度見てみることですよね。それを多分忘れてたんじゃないかなと思いましたけど。熱狂的な応援で緊張に身震いする2本目のスタート。しかし木村はスキーができる喜びも同時にかみしめていました。もちろんメダルを願う大観衆は知る由もありません。周囲は結果を期待しています。だからこそ木村は全力でコースに挑む。木村27歳集大成の2回目の滑り。ものすごいこれは攻めてますね。急斜面が大好きな木村です。大学の後の会社内、さあここからだ。リードを乗せていっぱい木村、フィニッシュが迫っている。突っ込んできたが4位。日本の木村メダルはなりませんでした。自分のために、日本のために、全力でコースを攻めた木村。しかしその滑りは結果が全てだったこれまでのオリンピックとは大きく異なるものでした。1分50秒の戦いはスキーの喜びを思い出させてくれた大切な人にも捧げられていたのです。確かに成績欲しいっていうのは自分の本音ですよね。いや、メダルも欲しい、それは自分の本音ですけど、その出れるだけの幸せっていうのをもっと感じた方が良かったんでしょうし、まあスポーツできる楽しさっていうのも自分の中で感じ取りましたし。長野に集まった2000人を超えるアスリートの中で、競技のできるありがたさを彼ほど素朴に感じた人がいただろうか。結果は残せなかった。しかしオリンピックの舞台で再び滑ることのできた彼の幸せは、どんな色のメダルより価値があったと思いたい。そして木村公信という競技者に出会うことができたオリンピックに感謝しよう。